ディオーシュジュール VTK は、ハンガリーのミシコルズをホームタウンとするサッカークラブ。ホームスタジアムは、ディオーシュジュールスタリオン。ハンガリーで、最も人気のあるチームの一つである。1910年、ディオーシュジュール VTK は、製鉄所のスポーツクラブとして設立された。1940年、ネムゼティバイノクシャーグアイに初昇格し、 同年8月25日の WMFC チェイプル戦でデビューを飾った。1940から41シーズンは14、チーム中6位だった。1970年代後半から1980年代前半にクラブは黄金期を迎えた。1976から77シーズンはハンガリーカップ初優勝を果たし、 UEFA カップウィナーズカップ1977から78出場権を獲得した。1978から79シーズンは一部リーグで3位になり UEFA カップ1979から80出場権を獲得した。1979から80シーズンはハンガリーカップで2回目の優勝を果たした。クラブはオーナーの変更、破産を経験した。 1989年のハンガリー共産主義体制の終焉は、ハンガリーのサッカークラブにも大きな影響を与えた。共通していたのは、資金不足であり、クラブは2000年に破産した。1999から2000シーズンは冬に、多くの選手がクラブを去ったため、存続が危ぶまれたが、シーズンを戦い抜くことはできた。しかし、 公格権の18チーム中16位に終わった。破産後、クラブのサポーターによって、新しい DVTK が設立された。新しいクラブは7部リーグで、最初のシーズンを始めたが、2部リーグ所属クラブとの合併などを経て、2004年5月25シーズンぶりの1部リーグ復帰を決めた。2009から10シーズンは、1910年のクラブ誕生から100周年となった。 しかし、クラブは1部リーグ再開に終わり、2部リーグに降格した。2010から11シーズンは2部リーグで優勝し、1部リーグ復帰を果たした。2013から14シーズンは、ハンガリーリーグカップ決勝で、ビデオトン FC に2から1で勝利し、初優勝を果たした。ハンガリーカップでも決勝に進出し、ウーイペシュと FC と対戦した。 後半終了間際に1から1に追いついて PK 戦に持ち込んだが3から4で敗れた。しかし、ウイペシと FC は UEFA ライセンスを取得できなかったため、準優勝のディオーシュジュール VTK が繰り上げで UEFA ヨーロッパリーグ2014から15出場計を獲得した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。